ナミさんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。なんかエッジメンテナンス講習会すぐ満席になりましたね。ありがとうございますね。え、本当にね、初め5名限定でやったらもう1日で満席になって、うんうん、追加で開催決定してもすぐ満席になる。あ、翌月へね。はい、うん、そうそうそう、すごく人気だなっていうので。ありがとうございます。買ったですね、皆さん言うのが、うん、まずちょっとそのエッジメンテナンスの道具を揃えたいなっていう声があるので、うんうんうん、ちょっとそのセットを作って、小鍋さんが選んだものこれはいいよってものでちょっとセットを作っていただいて、ね、販売できるといいかなと思ってるんですけど、うんうん、このガイド、これ88度でしたっけ。88度が一番まあいいかなっていうところですよね、うんうん、なるほど。全体を考えると、はい、うん。で今回以前作ったこうエッジメンテナンスセットちょっと変えて、鍋さんいらっしゃって。そうですね、ダイヤモンド前は2種類セットにしてたんですけど、今回は400のみにされた。これなんか理由とかあるんですか。600を例えばバリ取りにしてもちょっと粗い気がするし、うんうんうん、整えるにしてもそんなに切れないしって考えちゃうと、うんうん、ちょっと半端は半端なのかなってふっと思ってて、うんうんうん、一番使うのは400でも全部できちゃうので。なるほど。普通 にエッジを、まあ、尖らしていくんであれば、はいはいはい、400でいいのかなって。ちょっと粗い気がするって言われても、うんうんうん、そのファイルで切った後に舐めしても、うんうん、まあまあな、まあまあ綺麗になるので、はいはいはい、そのザラッとしたものが収まるので、はい、まあ、400ぐらい切れた方がいいのかなというふうに思います。なるほど。で今回、はい、そこ今までなかったそのセラミックストーンをこうセットに入れたというのは、これどういう。そうですよね、セラミックが一番その細かいので、はい、それも例えばオイルストーンのファインとかいろんなものがこうあるんですけど、はい、うん、それも試してみて、まあ、セラミックでも十分そのバリ取りはいけるのかなというふうに、うん、強い弱いはないんですけど、まあ、細かいっていう、はい、でまあ、そのセラミックストーンは例えば反対側使えばそのエッジを整えるのにもある程度使っていけるし、はい、それを水でもオイルでも、はい、両方染み込ませながらやっていけるし、はい、まあ、よっぽどファイルで切った後も、うん、きれいに整えることもできるしバリ取りもいけるっていうことを考えちゃうと、うん、まあ、セラミックでもいいのかなというふうに思うんですけどね、うんうんうん、まあ、ちょっとそれも試してみてるのは確かなので、うん、はいはい、まあ、それでも問題はないかなというふうに思います。なるほど。じゃあ前回のものよりちょっとできることが増えてるような感じのイメージですよね。そうですよね。ボックスを持ってる人たちもファイルも持ってるんだよね、みんな。あ、うん、この間2人ぐらい来たんやけど、ちょっとこれ見てほしいんですけどって言ったらファイルまでちゃんと入っとるんだよ。へ、らやろうと思ったらファイルもいることはいるよなって話やんな。うん、切らなあかんものは切らなあかんもんで。ああ、なるほどね。だからその時に考えたのが、ものすごい焼きが入った場合にこういうので本当は整えてベースを作ってやった方が楽やんな、うんうん、それはだって焼きが入っとるわけやからファイルが舐めちゃうのよ、うんうんうん、なのでその時にダイヤモンドの200番とか100番みたいな、まあ、用意しても100番ちょっと使い切れないんだけど200番、うん、それでガリガリやってからじゃないと切れない場合もあるのよ本当、うん、でうちは簡単やん、うん、あるでね、セラミックのディスクでやっちゃうから、うん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 、でこれを使うと何がいかんかったら段があってしかも100番なんで80番とか荒いんだ、うん、もうザラザラなの、うん、でそこから整えていくのに時間かかるよ。ガッタガタのやつはね、ガッタガタやもん、ね、うん、なんでそれをもうほぼ使ってないね、これサイト。なるほどね、うん、でセラミックのディスクでやった方がファイルが入りやすい、しかもセラミックディスクのミドルってやつ、ミディアムってやつ、うん、でこれもファインを使っちゃうとセラミックがすぐダメになっちゃうんで、うん、綺麗にはなるけど、ひどいエッジの時にサビがひどかったり、うん、まあ、その時はこれを使うけど、うん、こうザラメになってたりとかエッジがその時に整えていくのにやっぱりミディアムじゃないと入らないみたいな。あ、そうなんだ。上っ面だけになっちゃうんでそのファインだと。なるほど。っていうのも考えて、うん、本来ならエッジがある程度できてる人はいいけど、うん、大事に使ってる人はできてない人が持ってきた場合に、うん、いやできてないようになってしまったりした場合に、うん、まあ、例えばその本当はいるのはダイヤモンドの200番ぐらいと、うん、その今 の, ファイルはいるよねって言って、うん、ファイルのミディアムぐらいのやつがいるよねっていうことだよね。でそれをたまたま2人持ってきた人はちょっと見てくださいってボックスを持った人は、うん、必ずファイルは入ってる。でそのファイルを見た時に、うん、だったら日本製のなんとかファイルってやつもあったから、これどうですか、5本で5000円で買ったんですけどって、1本1000円だよね。で仕上げから粗めまであるのよ、こうやって。
でその中間のやつ一回使ってみたのよ、はい、すぐ舐めちゃう俺もう信用しとったよね日本製やもんね、でこのぐらい細くて、もうあの、ね、ガイドには入らへんみたいな、こっちのガイドには入るけどあのサイドの、うん、あのベースビベルを使うときに、うん、コテ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 しちゃうみたいな隙間ができちゃうね、ほんと細くて、だって安いファイルセットってやつをこうやってあのこうやってなんかビニールに入っとってこうやって、ま、巻き式みたいにしてやってそれをピリッて開いて、うん、ちょっと使ってみてくださいって言う。いやこれさ最初のうち切れるんだけどすぐ切れんくなってまうんだってキュッキュッて最後に行くまでに今度切れんくなってまうってびっくりするよなんて、ユキのやつは切れるのよ、うん、あれでも焼き処理はしてあるけどクロームメッキ処理はしてないのよ、うん、だけどうちのやつはそのクロームメッキ処理と今度買うやつはクロームメッキ処理してないですね、うん、で焼き処理はしてある、うん、でそれを使うとクロームメッキ処理した方が確かに持つのよ、うん、うーんあそうなんですね、うん、確かに持つ だけど焼きやったやつは当たり前でそれを持つんだけど、うんうん、やっぱりその白くなっちゃうよね刃先が、うん、刃先が白くなっちゃってそれがだんだん使いにくくなってくるんだけどそんなにひどく使ってないもんで、うんうんうん、だって上っ面で使ってる分だけ刃先の部分が白くなってもまだ切れるのよ、うん、っていうのがさっき分かっ今話して分かったんで、うんうんうん、なのでそういうファイルを持ってる人が多いってことは興味があるってことだよね、うん、でもう一つはその今のじゃあ焼きをなんで取るのって話した時に、うん、別にオイルストーンでもいいのよ、うん、オイルストーンで取るかダイヤモンドで取るかだもんねあれって、うん、なのでその処理をしといてから、うんうん、本当はファイル入れないとファイルって入らない、うん、でそれでも玉になっちゃうんで、なるほどなるほど、だからそれを入れるか入れんかっていうのは考えればいいっていう、うんうん、そうですね、ダイヤモンドと、はい、その今のバリ取りの少し安くなるけどあのセラミックと、うん、あとまあバリ取りであって仕上げもできるっていう、うん、それが水でもオイルでも構わないっていう、うんうん、そうですね、やつがあって、そのセットがいいですね、多分その方がまあ、失敗しないところの失敗しないかなって言ってそのダイヤモンドの600番だと中途半端で、うん、どうかなっていう使い分けをね、切れるに切れんしみたいな部分があるから、そんなに仕上げにしても中途半端だし、うんうん、それは1000番と思えば中途半端だし、うんうんうん、でその1000番まで仕上げるならオイルストーンの方がいいよなって思うな。分かりました。なとこかな。いろいろ考えていただいてセット組んでいただいているっていう感じで。そうですね、はい、なので一応またそれを、まあ、皆さんにこういうのを作りましたっていうのをまたお見せするんで、そうですね、興味ある方の YouTube の説明欄にですね、そうですね、詳細書いてあります。で、まあ、今回ですね、まあ、前回よりもよりちょっと皆さんに使いやすいようにセット組み直しているので、ね、はい、でエッジのメンテナンス講習会もまたちょっと今回の動画見ていただいて興味ある方多いようでしたら開催したいなと思ってますので、そうですね、そういったコメントいただければなと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。お願いします。いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければまた私なりに答えていきますのでよろしくお願いします。スキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー、スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。春日井のチューンナップ専門店パワーズです。この今のスキーができない、スノーボードができないこの時期にですね、板これで大丈夫ですかっていう診断をしてますので、気軽に来ていただければありがたいかなと思います。あの無料で診断してます。その時に持ってきたら出さなくちゃいけないとかチューンナップへってこともないので、まずはあの、まあ、面倒ですけど、ご面倒ですけど、まずはその板の状況どうなの、どういうことすればいいのって、で今自分が持ってるものであのこれはできるのとかっていうことも含めて、あのまあ、持ってきて気軽に持ってきていただければありがたいかなと思います。